さっきからいろんな人とコーヒー飲んだりお話がたくさんありましたね。ほんまやね。なんかね、同窓会ですね。同窓会やね。ちょうどさっき牽引の話出てましたけどね。 あ、これがあれか。同業ですわ。同業ですか。同業、同業がやってんの。おお、そういうこと。全然わからないって感じですね。メーカーです。これどこで使うやつ。ボディです。ああ、ポリトリ。いや、洗車です。そうですね。弊社が推奨しているのが、シルビアが出てるみたいなのをつけてもらって、一緒にシャンプーしながら。で、ブラシなんで、歯ブラシと一緒で凹凸に強いんで、うん、はい、その力を入れてゴシゴシって洗うよりも、あ、舐めて洗うだけで汚れはしっかり落ちますので。なるほど、はい。で、もう8年販売させていただいてます。はい。で、これだと86年前にリニューアルされたように、トヨタの試験して86洗車キットとか。逆にどうする。例えば、まあ、洗車はなんかスパシャンとか。ああ、そうそうそう。スパシャンどうする。結構このウレタンって耐久性高い、撥水する。いいお値段。そうですね。もともと中が木だったんですよ。で、ポリエタリンになったりとかあったんですけど、うん、あ、そうですね。今は木は…あ、そうですね。さっき分かんない。あ、なるほど。なるほど。で、全部これ、ブラシはですね、宮城ですけど、うん、国産に、はい、自社工場で。なるほど。40万突破。はい。すごいな。超気持ちいい。これ僕なんで、あの、誰かとは違いますけど。見ないでください。あと、あの、このケミカル剤もですね、本日展示会限定でですね、こういう価格してますけど、3つ購入していただいたら1000円で、特売やってます。1000円の3つでも、ケミカルだけは、へー。で、なおかつ、これ持っているのだ。要は買うて帰れってことやね。ああ、そうです。はい。師匠変わりますか。うん。とりあえず試してみる。うん、あります。これブラシ1本と、今度これどれか3つ頂戴。何ですか。あります。ブラシは、これ。ブラシはいろいろあるんです。そうそうなんですよ。難しいところですよ。ブラシはですね、うん、まず一番大きいのがこれ。うん、で、ベーシックなのがこれ、うん。で、今回の限定で今お買い得なのがカラーシリーズです。素材一緒です。一番大きいのはこれです。これ、はい、ありがとうございます。と、はい、タイヤ、はい、と、これミニカル、これあのホイールのブレーキラスト、ブレーキラスト、スプレーして紫に酸化させて後で乗せられる。これは水垢落とし、水垢落とし、水垢の落としいらんわ。これは撥水剤、撥水剤、これはフロントガラスの油膜落とし、それもいらんわ。これは、これは別で、別で2リッターのシャンプー。なるほど。ここからここまでですね。これ、これ何やったっけ。撥水剤でスプレーすると、すいません、こんな水玉になる。なるほど、なるほど。あ、それでいい。ありがとうございます。はい、合計で4000円かな。4000円ですか。で、これと、あと無料のクロス、はい、これクロス無料です。あ、いただきます。すいません、ありがとうございます。
このブラシは洗った後は水を切って日陰で干してからまた使ってください。この毛羽立ちって作ってます。あのうちじゃないんですけど、国産でこれ使ってます。本当ですか。これ使ってます。カーショップとかそういうところですか。いや、僕はあの車のレストアラーです。なんで最後引き渡すときに洗ってからとかしばらく放置してるじゃないですか、はい、ちょっとほこりたまったときに。ユニコン使ってます。これ使ってます。ぜひ全く同じで使ってます。この絵を見た瞬間ですね。引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい。買いましたね。うん、何でも試してみると分からんやん。そうですね。アクセラリブソーです。こういう頑張ってるのを見たいのよね。あ、応援してるの、うん、そうですね。今回洗浄系でね、国内で頑張ってるんですよね。そう、わかりました。次の交換行きましょう。はい、オイルが汚れてる。一緒にやってね。だからこだけを取りに来ている人もいるんですね。いるいるいる。ね、やっぱそれも一つなんですね。あなた女の子にしか興味ないもんね。あ、いや、そうで、何を言ってるんですか。さっきから偉大な話を全部聞いてきました。珍しく静かに邪魔しないようにしてるだけですよ。でもさ、こんなんでもさ、はい、こんなん自分で知らんやん、これ、はい、で普通どれにしようかなってなんだけど、俺常にな、はい、はい、一番大きいのって。それは何か理由があるんですか。いや、だって一番奥の一番高いやつやろ。はい、うん、そこが勝負どころってことですか。これはそれで勝負なかったらそこは大したことないけど、よかったら揃えてもええかってなるわけですね。そう、なるほどね。こんなとこ来たらもうお金使いまくんで。いや、それは大事なことです。要は試供品を買い漁ってるわけですから、ね、そう、1個ぐらい当たりが出れば。そうそう、ちょっと待って、5やろ。4号前2つ行ったよ。あ、5行った。こっちだ、6に行った。そう、あの毛羽先すごいええねん。まあ、タクシーのうんちゃんとかも使ってたけど、品が違うんですね、質が、うん、ほんでな、太陽にあったらな、はい、ふわーっとほんまに生きてるみたいに広がるんだよ。本物やね。6、どこ6、前ですね。前、4行ったよな。行きました。ザーマーさん、楽しんでますか。そうですね、僕一つ失敗して、あのワッペン自分で作って取材って書いときゃよかったな。だからこれだけでポイント高そうでしたね、こういうのね、うん、あるじゃないですか、報道とか。あるある。あれつけときゃよかったな。結構前崎さんがこれ撮られてるんで、みんな見てますよ、こっち。ほんま、はい、あ、なんか有名な人なんかな。ほんまや。だから僕どう見ても服装的には取材班ですよ。フロンティア取材班。いや、この後現場あるから、しゃあなかった。おしゃれしてきたかったけど。そうやな。そうはいかない。そうやね。やっぱ本当に車を取りに来てる人が減りましたね、写真。減ったな。あ、
代わりに本当女の子に要求してこう映らせろって言っているんですね、各ブースに。いる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 、あればっかやってる人かなりいました、うん、いいカメラで。これザマさんの好きなこれだけ。そうそうそう、見たい見たい見たい、乗りたい。じゃあちょっと待って、それほんまの好きと、じゃあ こっちはやっぱ範囲多いじゃないですか、ほら。でも一台買ったのかと思ったんだけど、こうたりや。いやいや、駐車場幅がダメやった。かっこいいじゃん。買いますか。いただく車ってかっこいいよね。そうなんですよ、これ実は6人乗りですよ。詳しいの。うん、たくさん乗せんとね。これかっこいい。大きいでしょ。トヨタのメガクルーザーがね、10人乗りますよ。フクロウさんにいいんじゃないですか。ほんまやな。いや、売ってくれないですけど。ほら、こういったいろんなパーツ買って持って帰ってこれます。かっこいいやん、なんか。ね、しかもオートマチックなんですね。メンテも簡単ですよ、全部外れますから。すごいなあ、頑張ってるんですね、これで。かっこいいやん。昔のね、ディフェンダー、うん、この横座りでした、ね、あれも軍用でしたもんね。へえ。欲しいなりますね。欲しいなあ。売ってないんですけど。これ欲しいないですか、これずっと欲しかったんですよ。欲しい欲しい。ちゃんと6人の方に乗れるでしょ、6体。かっこいいな。かっこいいんですよ、隙がないですもん。しかも三角窓。フロアカーペットあらへん。そう、あるわけないじゃん。足に引っかかるのに。へぇー。収支が決まっちゃうの。多いでしょ。今日はね、第30ブースカ連隊が来てますね。ザザーマさん、何でもよく知ってますね、はい。昔で歩兵師団ってことです。歩兵連隊とかね。なるほど。普通科とかね。ありがとうございます。いよいよ本番最後かな。うん、6A と 6B が見たかったんです。ああ、この辺がなんか割に細かい、はい、B が左、A が右です。はい、まあ左から行きましょう、はい。